い、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。よし、はい、今日の動画何ですか。今日はポケットモンスターから、お、四天王の名前クイズ。ほう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 、四天王の名前。さあ、まあジムリーダークイズっていうのをやりまして、うん、やりましたね。まあ分かったものもあれば分かんなかったものもあると思うんですけど、うん、はい、今回はですね、うん、初代ポケモンと金銀のポケモンの四天王計8名の名前を当ててもらいたいと思います。うわー、分かるかな。覚えてます？いや、見れば思い出すかな。分かんないぞ。1点取った人の勝ちって感じですか？レベル低っ。雑魚の戦いじゃん、マジで。いや、でもどうだ、見れば思い出すもんかね。今はパッと出てこないけど、見れば思い出す可能性もあるけど、ね、俺ですらちょっといたなみたいな、いけるほど、まあいけないけど、いたなって人はいますよ。あ、本当？いや、これちょっとポケモンマニアの方からしたらね、もう本当腕組みながら見ていただきたいですね。いや、分かる、四天王さん、2人は知らないですからね、あんまり、うん、そうだね、うん、もう金銀やってた世代だけだからね、それ以降全くぐらいし、ね、うん、その時もまあね、普通の小学生ぐらいでやってたぐらいだから、うん、まあでもちょっとその中で思い出してやってみましょう、うん、はい、はい、ということで、まず1人目、はい、最初はですね、関東地方ですね。はいはいはい、一番最初ね、まあ初代ですよ、うん、うんうん、緑赤ね。四天王地方ごとにいいんだっけ。そうですね、毎回違うでしょ。あ、そうなの。まあ、今まあ四天王制度、なんか四天王制度廃止みたいなのあれが出てたんで、廃止されてるかもしんないですが。そうなんだ、あ、でもあるか、どこだろう、うんうん、か分かんない、うんうん、スカーレットワイルドまでは出てるな。あ、じゃあ最新じゃん。最新かね、まだありますね、だからあるんだと思います。あ、じゃあ今後どうかみたいなことね。なるほどね。うん、うん、うん、では、はい、1人目、はい、お願いします。こちら、誰、こちらですよ。これこんな人いた？一番最初のやつでしょこれ。あ、だからこれはちょっとあの、うん、後でも多分これのリメイクがあるんで、多分それのデフォルメキャラにはなってるんですけど、今僕が送った、はいはいはい、初期のがあればね。そうだね、あのドット絵で見たいね。ドット絵で一回ドット絵で見たら思い出すかもしんない。誰この人。いや、でもなんとなく覚えてるよ俺。ちょっとこの人何使ってくるか俺のうろ覚えで言っていい？はい、氷ポケモンじゃなかった？お、正解です。で、ね、ほら、リーダー的なポケモン的にはあのラプラスですね。はいはいはい、あとなんかルージュラとかさ、なんか氷系使ってきたよね、うん、確か。あ、いたいた、これこれ懐かしい。うわ、思い出した思い出した思い出したわ。そう、なんか膝、名前も、いや、名前思い出してない。じゃあ何でもないですこのゲームに関しては。見た目を思い出しただけ。あ、いたいたいた、思い出したわ、いたわ、こういう人っていうのだけです。え、これは何、金銀の方。これはもう最初です。さっきから言ってんだろ、最初って。ケイさん今日なんか寝ながらやってんだよね、なんか。そう、眠いらしいですからね。さっきから、さっき撮影前の電話からなんかずっと眠そうな感じ出てるから、ちょっと寝たんだけどね。ちょっと今日朝起きれなくてさ。やばいな。3文字ですよ、3文字。3文字？3文字、まあ、3文字であれば大体ちょっといけそうな名前ってことやな。え、まあ、いやー、むずいな。3文字、ちょっとさすがにむずいぞ。なんかこう有名な名前とかさ、なんかこうよく世間でもいっぱいいる名前なのかとかさ。いっぱいはいないけど、芸能人に1人、え、マジ、可愛い女性の方がいますね。え、芸能人、もう今ときめくんじゃないかな。なるほど。芸能人名前、今ときめくんじゃないか。これじゃないか。で、三文字ね。来た、一人かけたぞ。はい、俺も書いた。とりあえずこうじゃない、もう今はときめくっつったらさ、この人だよ。ちょっと俺も今パッと浮かんだのはこの方だな。では書きました。書いた。はい、パッと今をときめく芸能人さんといえばこれでしょ。はい、ちょいちょい、今をときめく芸能人クイズになっとるかな。違うの。違う違う、この人の名前を当てるクイズ。ああ、そうだ。、うん、ではケイさん、バンカンナ。お、カンナ、はい、橋本環奈さんから来ました。カンナ、カンナ、俺もカンナ。カンナ、もう3文字で珍しくて今をときめく。もうこれでしょ。これはカンナっていうあれなんかあったんですか、うん、あのカンナちゃんと結びついて、うんうん、あー、カンナだみたいなことあったんですか。そう、いや、あの、いや、ないです。いや、ないです。ないんです。今をときめく芸能人さん、橋本だから、あのごめんなさい、あのケイさんに言っときながらあれなんですけど、私も今をときめく芸能人クイズやってました。3文字今ときめき芸能人クイズやっちゃいました、ごめんなさい。でも
もなんかでもねなんかありそうだなと思う、ありそうだなと思う名前、ひらがなで書いちゃったけど多分カタカナでカンナみたいななんか出てきた感じありそうだよ、ほらどう、なんかそんな気もするよな。では正解発表します、はいはい、正解は、うん、カンナです。マジで？マジで？なんならこの画像なくてもこれやってたかもしれない俺ら。うん。一点取れましたね。やってんな、でもこれは。一点も取れないと思ったんだけど。一点取れたな。ちょっと一点取れた。なんか喜んでいいかは分かんないけどね。とりあえず喜んでおくけど一応。一点取れたな。心の底から喜んでいいかは分からないけど。うん。こんな人いたな、膝。あ、どういう座り方してるの、ね、この人、ん？どういうこと？ねえ、どういう座り方なんだろうねこれね。ねえ、確かにこんな感じでしたね。ねえ、膝冷たそうだね。当時目が見えない、うん、あの目がこうメガネで見えてないからさ、どんな感じか分からんけど、うん、新しいバージョンちゃんと見えてるのね。確かにね。塾講師、うん、塾講師みたいなね。うん。いそう。エロ塾講師ですね。エロつけるな、エロ。勝手にエロくするなよ。なんで勝手にエロくすんの。一応ポケモンですよこれ一応。確かにそうですね。危ないですよ。不適切な発言ですね。危ないですよ。謝罪してください、謝罪を一応ね。本当すいません、これが炎上だけはさせないでください。これで炎上したらやだよ。エロつけて炎上はやだな。バカだよ炎上が方法が。はい、では、はい、お二人とも正解です。では次の人こちら。うわいたわ。いた、いや覚えてる覚えてる、この人です。あ、めちゃめちゃ覚えてるこの人、めちゃめちゃ覚えてる、めちゃめちゃ覚えてるわ。そうなんです、四天王はもうなんかあんまり分かんない、なんか同じようなメンバーが揃ったという感じじゃないですね。はいはいはい、これ格闘か、格闘タイプ、まあそうとかなんかそっち系だったか、格闘ですね、格闘タイプですね、怪力も自分のね一番強いポケモンでした。はいはい、名前2文字、2文字、うん、に、うん、これはもうなんか普通の名前とかじゃないかな。あ、今をときめくなんだ。今をときめかないよな。今ときめかない。うん。今ときめかない。なんか名前っぽくはないね。なるほど。二文字？二文字か。まあ名字っぽいね。名字だね。名字なら全いるね。まだいるね。まだいる。まだいる？名字で？なんかやっぱ格闘系？格闘系というかなんか雰囲気は。どうでしょうね。二文字なんでね。何かあんのしづらいですよね。二文字。何も分かんねえな。二文字じゃ格闘系なのかどうかも。何も分かんねえな。腕とかだったらね。まあ格闘系ですねって言うんですけど。腕ではないじゃん。腕ではない、足でもない、足でもない、足でもないですね、スキーとかでもない、スキーとかでもね、スキーとかでもないですね、聖剣好きの好きとかじゃないね。うん、はい、じゃあこれでいきます。これ当てたらすごいけどね、全然わかんない、よくかけたな。まあお二人知ってるかわかんないですけど、最近の話題芸人さんでちょっとね、うん、まあいますねこの名字の人。そうなの、わかんないな。はいはい、ではケイさん、バン、長さん、長さん、長ね、長、うん、あーなんかありそう、ね、でもありそう、うん、うん、では田橋さん、はい、バン、ゴド、ゴドさん。なんかもうとにかく重みを持たせたくて、うん、とにかく重い響きを入れ込みました。ゴド、はい、ゴド、正解は柴さんでございます。柴、柴、あー柴ですね。うわ聞いたことあったわ。うわ聞いたことあったわ。柴だ、柴。柴さんね。うん、うわー。いやこれは俺ちょっと悔しい、これ。これはね、なんか聞いたことある。聞いたことある、聞いたことある。知ってんの名前。俺さっきのカンナさんよりこれは今もうこれはピンときてる。あー柴ね。これはうわー聞いたことあったわ。柴ですね。あー柴だ、柴。はははは、うん、なるほどな。はい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 。わあ、芝にしか見えなくなってきた。怪力を使う芝さん、はい、はい、では次、はい、3人目、まだ3人目ですから、はい、いきますよ。もうこれで15分ぐらい撮ってんだけど、えまだ2人でびっくりしたけど、13分とか14分ぐらい撮ってますか。25分で収めようねって約束でやってますからね今日は。一応もう4人追ってなきゃいけないじゃん。やばいこちら、うわ、いたわ、このおばあさん。これいたでしょ。いた。これ当ててよ。あ、なんだっけ、この人。3文字です。ちょっと。え、これじゃなかった？俺もうパッてきたの、パッてきたのね。え、ちょっと、ありそうな名前？これ、ゴースト？ゴーストとかエスパーだっけ？ゴーストタイプですね。やっぱそうだ、ほら。
ありそうな。ゴースト系だ、ゴースト系。ゲンガー使い。ゲンガー使いか。ありそうなのかな、どうなんだろう。え、なんかでもやべ、俺ミスったかもじゃあ。まあ、ありそうではあるよ、名前としては。え、ただちょっと、まあ、今っぽくはないかな。え、ちょっと違う。あ、今っぽくないんだ。いや、まあ、そういう人もいるでしょうから、まあ、何とも言えない。まあまあまあ、分かった、分かった、分かった、はい、でこれだ。え、ちょっとなんか昔の香りを漂わせるような名前ではあるのかな。え、まあ、こういうことじゃない。何、どういうこと。はい、ケンさんそれで分かんだ。なんでそれでいけんだよ。いや、分かんない、勘でから。勘なんだ。分かんない、勘でしら書いてる。あ、じゃあもうこういうことか、わざわざそういうことで書いては。はいはい、はい、ではたかしさん。はい、ちょっと俺は捉え方ね。バン、かほりって書いてかおりさん。かほりって書いてかおりさん。たまにね、そういうことあるよね、このほうおって読むパターンの名前の方。うん、かほりって書いてかおりさんです。そういうパターン。かおりさんね。あ、そういうこと。そういうパターン、かほりさん。そういう気の利かせ方すんの、なんか。そうそうそう。ちょっと違ったわ、イメージと。かほりさんね、かほりさん。はい、うん、では、Kさん。バン、トヨコ。トヨコさん。トヨコ。トヨコさん。トヨコさん。ああ、なるほど。トヨコっぽいはトヨコっぽいけどな、確かに。うん。では正解。キクコでございます。キクコさん。めっちゃ惜しいじゃん。聞いたことある。ああ、ちょっとピンとは来ないな。キクコさん。まあ、ちょっと、あ、まあまあ、なるほどね。全然ばあちゃんの名前にそっくりだわ。そうなんでしょ。いや、出るやん、じゃあ。いや、だからちょっと今、あの、母方のばあちゃんの名前をもじって言っちゃったんだけど、父方のばあちゃんの名前だったらちょっと惜しかったわ。いやいやいや、だから言ったのに。いやいや、ちょ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 、何、どこで悔しがってんの。あ、惜しかったな。知らんて。惜しかったなじゃないの。父方ならなじゃないんだから、なんかクイズの攻め口が独特なのよ。あんだけ父方なら良かったね。言ってない、言ってない。ああ、父方で行けばみたいな。父方で行けばよかったな。違う違う違う、そういうことなの。そういうクイズだったっけ。どっちのおばあちゃん選ぶかクイズじゃないでしょ。こんな人もいたんだ。はい、では関東地方4人目ラストですね。はい、行きましょう。こちらです。なんこれ。はいはい、覚えてるよ、覚えてる。竜使うのよ。これはいけんじゃない、ね。ドラゴンタイプ使うのよ。これはいけんじゃん。そう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 、海竜使うのよ。海竜使うのよ。そう、白竜と海竜使うの。で、ギャラドスね。うん、ギャラドス。え、三文字？三文字？三文字。大体です。これは何だっけこれ。ある名前ですね。ある名前。ええー。やっぱ、まあ、こういう普通にもある、ね、こういう名前じゃない？はい、行きました。早いね。早くね。いや、なんでそんな早いの？まあ、考えてもあれっていうことなんですか、ね。それも父方のおじいちゃんの名前書いてあるし今それ。それも父方のおじいちゃん4文字だから大丈夫です。だから大丈夫じゃねえ。だからだ、そういうこと言ってんじゃねえんだ俺。うわ、なんだっけ。いや、これ当てたい、いや当てたい。俺絶対知ってんのよ。知ってる知ってる。知ってんのよ。いや、ちょっと待って、悔しいな。知ってます私これ。これいけそうな気してるけどな。いや、ちょっとこれ言う、でも多分この4人だったら一番有名なイメージがあるんだけど。有名だよ、やっぱかっこいいもん。なんかね、ね。うわ、なんだっけ。え、ちょっと ヒントいた。あ、じゃあもう一個最初の文字 いきますか。え、くれんの、優しい。くれんの、俺書いたけど。じゃあもうダメです、ケイさん。それでそれで今もうロックしちゃったの。俺書いたけど、なんでだ、おかしいだろ。わです。わ、あ、来た。あ、じゃあ全然俺の書いたの違ったやん。じゃあ俺書いたやつ言っていい。書いたやつ、書いたやつなんですか。ケンジ。違った、違ったわ。1文字目から違った。ケンジ、やだな。なんでそんなケンジで自信満々にそんな早くいけんの。ある名前って言うから。いや違う、だからケンさん、あの、このえ、携帯見ないでやってんの今。スマホ画像見ないでやってね。ある名前クイズやってるでしょ、一人だけ。一人だけそれでやってるでしょ。いや、ある名前って言うからさ。はい、できた。あるけどケンジさんも、はい、できたよ。はい、ではケイさん。バン、渡る。はいはいはい、渡る。はい、ではたかしさん。はい、渡る。渡る、はい、正解は渡るです。ケンさんも当たっちゃうんだ。ケンさん、あれ変えてるやん、ケンジから渡るとか普通に言ってたけど、渡るって言われたら渡るがペンってできたよ、ペンって。
うん、あでもケイさんでも出てくるってことはやっぱ有名ってことよ。なのかな、ね、バタルガピュンみたいなね、なんか漫画ありますよね。いやそんなあんの、バタルガピュン。バタルガピュンってありますよね。何それ入れといてください、画像入れなくていい、入れなくていい、いいよ、どこで手間取らせてんの。そんな漫画あんの知らない。バタルガピュンね、あった、うん、知らないけどね。では今同点です、はい、謎に。おいちょっとケンジ、ケンジおい、ヒントもらう前に書いてたのね、別に、うんうん、なんだろう、俺の方が優位性高いからね、今どっちかっていうと。なんでだ、ヒント前に返したから。でも外れてんだろうが。なんでそれで優位性あると思うんだろう。そっから和から始まってんならめちゃめちゃあるけど、毛だからあなた、やっぱスピード得点あるから、だからたまにたまに、ね、ない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 、リモートでそれやられたらもう無理よ。電波環境有利な方が早いんだから。はい、ではやっぱ行きましょうか、はい、次こちら、あこれはですね、もう金銀に行ってます。うわもう金銀ちょっと覚えてねえな。いやあー、いたか、こんな人いたんだ、なんこれ、うわーなんかいた気もしなくもないな。こちら城都地方っていうんですけれども、はいはい、城都地方は固有のポケモンリーグを持たず、城都地方の挑戦者も関東に行き、うん、関東のポケモンリーグに挑戦する形をとっていると。だから関東の視点の方が変わったって感じなんですかね。あーなるほどなるほどなるほど、うん、そうだそうだ、なんかあれ行けたんだよね、緑赤の方でも行けたよね確かね、金銀 ね、うん、そうそうそう、わかんねえなー、3文字、うわダメだ全然わかんねえわ、3文字、3文字、えこの人、うん、男、どっちなんだろう、男かな、名前的には、男性っぽい名前、名前的にはなんだろうねこの名前は、そういう中性的な感じなんだ、まあまあ男か、最初文字は、最初文字、いいです、いいいいいいい、まあ名字、名字っていうのかな、名字なのか、名字なのかわからんってこと、ちょっとあの外国っぽい名前、まあ名字だね、名字、うん、もう名字で、まあ、これ言ったらヒントしすぎるのかな、まあ歌手、あまあ歌手で言いますね、歌手、歌手、歌手、年配の歌手の方にいいの人がいますってことですね。年配の歌手名字当てこいず。もう趣旨が変わってんだよ、なんか俺らもう雑魚すぎて、雑魚すぎてヒントもらいすぎて趣旨が変わってんのよ。いやもうポケモンが今もうすぐ終わっちゃうからちょっと多くやろうみたいなね話あるんですけど、ね、ポケモンは見てないですよこれだって今。レベル低すぎてね、レベル低すぎて、もう5分ぐらいで終わるんだからマニアの方々こんなクイズ。もう23分経ってますから我々。知らないなりに楽しみましょう、ね、まあ、まあ楽しいよねやっぱ懐かしいからね、うんうん、そこはやっぱ大事よ、年配の歌手の方に、じゃあいいや、はい、はい、では K さん、バン、今井、今井さん、あ今井っぽいな、はい、では高橋さん、はい、バン、板尾さん、板尾さん。芸人さんの方出てきちゃった。正解は五木さんです。あ、いつきよし、いつきよしさんだ、もうイメージが違いすぎて全然出てこなかった。でしかもケイさんがいつきよしさんかじゃないの。だからその年配のいから始まる3文字クイズやってるから、それはもうリアクションがいつきかなわかんないけど、いつきよしさんかはもうそのクイズをやっとるから。さあ、あいつきか、はい、次はわかるんじゃないのかな、はい、マジで、え、そうなの、では次こちら、あ、あれこれ、あ、なんだっけ、あれこいつだよね、そういうことだよね、こいつなんだっけ、なんだっけこいつ、この前言ったじゃん。なんだっけこいつ、なんだっけ、やべえやべえやべえ、え、わかんない、いや、そうだそうだ、ジムリーダーが、いや、あの、昇格してるわけだよね、そうですね、え、いたじゃん、この前いたじゃん、ね、前回いたじゃん、え、そうだそうだ、チャンス問題よ。うわやべえ。わかんない。なんだっけ。やべえ、え、何文字だっけ、何文字だっけ。まあ三文字ですね。あれこれか。それこそこれじゃなかった。もうあるありますが。あれこれじゃなかったっけこれが。ちっちゃい文字とか含んでる場合も三文字って言います。ちっちゃい文字があるの？いやそうとは限らないですけれども。ちょっともうはい。あれやべえ、俺これで覚えてるわ、もうダメだ。書いた、はい、はい。では、うん、K さん。あれだな、こいつが。こいつはケンジ、こいつはケンジっぽい、はい、うん、はい、はい、では田辺さん、はい、ケンジ、ケンジ、正解は
今日です。今日？何ケンジって何？ケンジじゃなかったっけ？ケンジって何？どこから撮ってんの？何二人とケンジかぶりしてんだよ。ケンジじゃなかった？今日さんよ今日。まあもうダメだ。ケンジで覚えてる俺なんかもう。前回俺らなんて答えてたっけ？どっちかがケンジって答えてんだよねこれ。バン。ケンジさん。で、聖館ジム。ケンジさん。ケンジさん。ケンジさん。そんな気がするぞこれ。なんかそれでなんか変に上書きされてるわ。ケンジ感あるけどね。ねえ。いやケンジにしか見えないんだよもう。こんなの胸熱なんですか多分。ねえ。熱いよね。前ジムリーダーに出てた人は四天王に上がったんだっていうさ。はいはいはい。そしたらケンジ覚えてるんだ。そうかジムリーダーの上が四天王になるの？ってことじゃない？そうなのかね、まあ、ランク的にはそういうことなのかもしれないです、ね、昇格システムなんだ昇格システムなのかもしれないですし うわ今日さんだ今日さんダメダメでございますダメダメやんもう、はい、ダメダメやん絶対当たりだと思ったのよケンジかぶりしたからケンジだと思ったよ俺もでは次こちらえさっきも言ったじゃんさあお答えくださいお前ちょっと待ってあれなんだっけあれ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 さすがにそれはやばいってさすがにそれはやばいさっき見たよ大丈夫大丈夫あ大丈夫大丈夫あさすがに大丈夫だこれなんだっけさすがに大丈夫ヒントなしですよさすがにこれはもうあこれこれめっちゃおもろいこれこのかぶせが結構あんのめっちゃおもろいなはいはい、では K さん番芝さん芝さんはいはいはい、うん、では高橋さんはいさすがに芝さすがの芝、うん、正解は芝さんですあぶねえそのパターンもあんのか続投もあんのね続投があんのかめちゃくちゃむずいことしてくるんじゃん何それはいではラストになりますはい OK、うん、こちらえあーいたかこれこんな人いたセクシーでございますねねえ、でも服装ちょっと変わってんじゃんねええー、3文字3文字3これ何使う人この人は悪タイプ悪しゃぶしゃぶとかの悪ではなく悪の違う分かってる分かってるよその悪タイプいないそんな悪取りなんか浮いてるようだやっぱでも悪取りってした方がいいのかななんか俺いつもどちでもいいどっちでもいいからさあんまやんないんだけどさ牛肉を入れた場合は悪がより出るのまあ豚肉の場合はあんま入れないかもしれない悪の悪悪いの方の悪の話をして鍋の悪広げんなもう30分だぞ8問しかねえのに30分取ってるぞお前悪の話広げんなってやばい3文字3文字かさあこれで勝負は決まります全然わかんないもうちょっとなんか全然わかんないなんか最初文字かですかうんまたかだ悪っぽい悪っぽい悪っぽくはないかな別になんか芸能人にいる名前芸能人いるかな名前的にはまあ一人けやき坂にいますけどまあお二人知らないですね桜坂今のわかんないな名前で名前で名前で知らないよね名前ね名前で知り合いに一人ぐらいいるかもしれないですね知り合い一人いるのでもそんなにいっぱいはいないかな、まあ女性っぽい名前ってことですねかでしょそうですねわからんわからんあ乃木坂の時もいましたねそういえばね2期生にいましたかね、はいまあでもありそう俺ありそうなの書いてとりあえずまあじゃあ俺もありそうなの前書いてはい、はい、これじゃない、はい、ではこれで勝敗決まります、はい、これ外したら同点となりますので、うん、はいでは K さんバンカリンカリンおう、うん、高橋さんカリンカリン来るかこれ来るか正解はカリンです、すげえな。なんで当たんだよ。なんで当たんだよこれ。ということでドローです。ドローでした。最後ドローなんですか。最後ちゃんと当ててくるっていう。二人とも外すかと思いきや当たるっていう。おもろい。はい。まあ知らないなりにおもろいですね。あおもろいおもろいやっぱりね。うん。ただこれ以降は一切知らないからね、まあ、そうだね多分絵も分かんないと思うな、うん、そうねうん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 あ次の四天王に源氏って人います
え源氏源氏の進化系源氏進化すると源氏になる源氏になる可能性はありますねもうダメだあのおじさんのこと絶対源氏って呼ぶもん今後絶対もうそれで変に覚えちゃってんだもんはいということでまたねポケモンいろいろやっていきましょうはいやりましょうはい今日はここまでです最後まで見てくれてありがとうぜひチャンネル登録お願いしますメインチャンネル旅チャンネルともども見てください明日も楽しみまたねなんでケンジ出てくるんだろうな